全体で連動した攻撃が必要でしょうし、2人3人が絡んでいくような攻撃を見たいですよね。明治安田 J2 リーグ、清水エスパルス対横浜 FC、 得点は動かないまま後半を迎えます。明治安田 J2 リーグ、この時間は清水エスパルス対横浜 FC、 こちらの一戦をお楽しみいただきます。本日のゲームはエスタディオデルマルタンガルで行われます。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは今日のゲーム見てまいりましょう。今日このチーム 3-4-3 のシステムで来ているようですね。北澤さん、できるチームとできないチーム、これはっきり出てくるんじゃないですか、このチームは。そうですね、それぞれ置かれたポジションでの役割をこなさないとできないと思うので、まあ、特に中盤がね、やはり流動的になるところもあると思うし、まあ、ポリバレントにプレーができないと機能しなくなってしまうなと思いますね。さあ、この 3-4-3 の布陣ですけれども、それぞれこの中盤での機能が相当問われてくる。やっぱりこの力がないとこのシステムは難しいんですかね。難しいですね。個人の能力もないとこれできるものではないので、非常にこう人材がいるチームができるシステムがありますからね。宇野、前半16分です。両チームともここまで様子を見ているのか、慎重な試合運びでしょうね。もう少し相手の裏を狙う動きを増やしてもいいかもしれませんね。乾、横浜はここクリアで難を逃れます。山原からカルリンニョス、山原からカルリンニョス、井上、このディフェンス、あそこをやはり突破するにはもう少しスピードを上げる、そういったことが必要になるでしょうね。カプリーニ、山根か、このスルーパスは通りません。住吉、さあ右